これをしていけるか。押した。レベルアップで、お、この足元の感触、ルーンの匂い、まがまがしい気配、間違いない、こ、魔法シーンはここにある。お、ちょっと待ってください。とりあえず追いかける、あ、だけじゃな、ボスにそのまんまかと思いましたけどね。やっぱりここだ。誰もいませんね。今のうちに魔法陣を消してしまいましょう。 そうね。それは困る。お、ガンドアージュの登場ですか。どこから、あ、あそこです。ようやく計画が完成する。邪魔させるわけにはいかない。ガンドアージュ、おや、戻ってきてくれて嬉しいよ。私の正義を完成させるためにはまだ君の力が必要だ。散々騙して利用しておいて、どの口でそれを言う。変身した。お前だけは許さない。やれやれ。元に戻ったのか。素晴らしい。個人技を一時的とは想像以上に凄まじい力だ。やめろ。触れるな。お、強い。なるほど。今回はこの程度が限界か。あ、調整中という感じか。レディアさんをどうするつもりだ。こいつにはまだ利用価値がある。ま、待て。個人流をも打ち倒す一撃を受けてまだ動けるとは、さすがはアースマイトといったところか。思えば君には随分計画の邪魔をされたな。本当なら教会で終わっていたもの。え？だがそれもここまでだ。君にはもう私は止められない。なんでですか？ま、待て。君の手は私に届かない。レディアさんがさらわれてしまった。何もできなかった。レディアさん。もう、戻るしかないのか。とりあえず、所長に報告という感じでしょうかね。さあ、地図を見て、あ、やっぱり中にイベントがある。じゃあ所長に報告しましょうか。おお、待っていた。嬉しそうですけどね。ふ、うん、いい報告ではなさそうだな。はい。レディアが連れ去られただと？すみません。僕の力が至らなかったばかりに。ガンドアージがそこまでの力を手に入れているとは、最悪の想像が当たってしまったようだな。世界が終わる、ですか？そうだな。でもガンドアージュ総監の自分の正義がもうすぐ完成すると言ってました。そのためにレディアさんが必要だと。まったく分かってないのはやつだ。自分がどれだけ恐ろしいものに手を出してしまったか、
どういうことですか？恐ろしいものって一体？うん。遥か昔、この世ならざる深淵から闇より深い闇が這い出してきた。おぞましうごめくそれは歪みのルーンを撒き散らしながら、この世のすべてを飲み込まんとした。まだ幼かった私とレディアではそれを打ち倒すことはできず、アースマイトたちと力を合わせて異界に封印するしかなかった。そうですか。リビア所長とレディアさん、それにアースマイトが力を合わせても叶わないもの。私たちはそれを闇より入れし者と呼んだ。闇より入れし者？創刊はその封印を解いたということですか？正しくは、解こうとしているだ。ガンドアジは本当なら教会で計画が終わるはずだったと言ってただろう。はい。そうだ。その意味するところ、奴はおそらく教会でリディアを爆発させ、その力で異界の封印を破ろうとしたのだ。それまでにレディアを利用してルーンをたっぷり異界に送り込んだ上でな。そのための闇より、入れし者に力を与える。ための巨大魔法陣、そういうことだ。もうすでに闇より入れし者はかなりの力を取り戻しているだろう。封印を超えてガントアジに力を与えていることからそれは伺える。ほう、お手上げだ。あれが完全に力を取り戻せば自ら異界の封印を破るぞ。そうか、それがレディアさんの利用価値なんですね。止めなければ世界が終わる。さて、問題は奴の行き先だ。雲仙が見たというガンドアージが開いたゲートの向こう側をフィンブルの境界線で間違いない。フィンブルの境界線、この世界と異界を隔てる狭間の空間だ。そうだ。闇より入れし者を封印したときはアースマイトたちの力でフィンブルの境界へのゲートを開いたのだが、全然思い出せないです。気にするな。もしやり方が伝えられていたとしてもお前一人では難しい。闇より入れし者に力が与えられたガンドアーチがようやく開くことができるゲートだ。それこそ神のごとき力がなければ開くことはできない。神のごときですか。一人いますね。そういえば最近どこかで神様の話を聞いた気が。そうだ、そうですよ。リグバーズにはいるんです。神のごときどころか本物の神様が。任せてください。僕行ってきます。まさかそんな話になるとは。これは時間的に次の日ですね。もう8日になろうとしますし、まあ今日はもう寝るだけですね。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。